こんにちは、スパオです。今回は成城石井から10月の新商品を中心にご紹介をしたいと思います。お買い物の参考になれば幸いです。ではどうぞ。まずはじめにご紹介するのが成城石井自家製もっちりゆだねイングリッシュマフィンです。朝ごはんにあるとテンションが上がっちゃうパンです。成城石井でもパン屋さんでもなかなかお目にかかれない、かなり珍しい商品です。大手メーカーからもイングリッシュマフィンは発売されているんですけど、ショートニング入りのものがほとんどの中、こちらはショートニング不使用です。イングリッシュマフィンの一番の特徴といえば、焼いた時のカリッとした食感です。この秘密は表面にまぶしてあるコーングリッツ、粗挽きしたトウモロコシの粒でトーストされることでカリッと香ばしくなるんです。それに加えて成城石井で人気のゆだね生地をベースに焼き上げているのも見逃さないポイントです。パン生地をお湯を使ってこね上げることでもちもちとした生地が出来上がります。そのため外はカリッと、中はもっちりふわっとした生地感になるので、通常のパンでは味わえない極上食感に仕上がっています。そして何気にコスパも最高です。朝の幸福度がかなり違います。カリッと焼き上げたマフィンの上にとろっと半熟卵とベーコンが合わされば朝マックみたいです。買ってよかったです。続いてが成城石井自家製モッツァレラとパルミジャーノをたっぷり使用したピッツァマルゲリータです。実はこれ成城石井初の自家製ピッツァなんです。今年の8月から本稼働している成城石井の新セントラルキッチンで作られた新商品です。結論、納得のクオリティに仕上がっています。使用しているメインの小麦はデュラムセモリナ粉です。日本の市販のピザでは珍しいんですけど、イタリアではピッツァによく使われています。もちろん全部ではないんですけど、スーパーに置いてあるピッツァに一つ文句を言うとすると、生地があまり美味しくないんですよね。ピザ生地というよりパンに近くって、焼いた後がスッカスカになるような生地が多い気がします。ただこの成城石井のピッツァ、皮の弾力ともっちり具合、そして何より小麦の味を感じます。この辺はデュラムセモリナのおかげかなと思います。具材の水分バランスなんかを考えると、どうしても厚めの生地にはなりがちなんですけど、生地としてのボリュームはありつつも、ちゃんと食感と風味を調整してきた成城石井のプライドを感じました。これ美味しいです。そして生地が一番の特徴かなと思いきや、乗ってる具材もリッチでした。イタリア産パルミジャーノレッジャーノに始まり、大ぶりカットのモッツァレラ、オーガニックのエキストラバージンオリーブオイル、果肉感を感じるドライトマトなど、マルゲリータというシンプルなレシピながらに世界中からいいものを集める成城石井の商品調達力を最大限に発揮したような仕上がりです。個人的にドライトマトがドストライクでした。適度な酸味と噛んだ時の果肉感がとってもグッドでした。少し後半は生地が硬くなってきたので、軽く温め直すか、タバスコや個人的に大好きなオリーブオイルを垂らすと風味がアップして美味しいです。私はピッツァにはコーラ派です。秋の夜長に美味しいピッツァとコーラを食べながら映画でも見れたら最高ですよね。ほぼワンコインで試せる、買ってよかったピッツァでした。続いてが昼間製麺の武蔵野肉汁うどんです。生麺とつゆがセットになったうどんセットです。この手打ち感を感じる麺に惹かれて買ってみました。成城石井では長きにわたってこの昼間製麺の麺商材を扱ってきました。一食用のうどんや深蒸し焼きそばなどが人気なんですけど、今回はつゆがついたうどんです。この武蔵野という地名は東京の多摩地域から埼玉県西部を指すエリアで、昔から小麦の生産が盛んだったことから独特のうどん文化が生まれた土地でもあります。特にコシが強い麺を温かいつけ汁で食べるスタイルが人気で、その定番レシピがこの肉汁うどんです。あくまで肉汁うどん用なので具材は入っておりません。豚肉とネギをお好みでご用意ください。つゆは全体的に甘めの味付けでした。一応4から5倍希釈とあったので、
4倍希釈で作りましたがちょうど良かったです。麺に関してもどれくらいの時間茹でるか記載がないので、ちょこちょこ様子を見ながら作る必要がありました。結果3分ほど茹でたんですけど、もう少し長くても良かったかもしれません。麺は手打ちのような縮れ具合がいい感じです。豚肉とネギを入れて食べたんですけど、うどんのつもりで食べるとびっくりすると思います。コシというのかもちもちというのか不思議な食感です。うどんというよりラーメンの感じに近いです。普通のうどんをイメージすると麺食らうと思うんですけど、うどん好きの方には一度食べてみるのをお勧めします。さぬきうどんでも稲庭でも伊勢うどんでもない新しいスタイルのうどんに出会えます。続いてが成城石井自家製フランス産発酵バターのメープルビスケットです。濃厚なメープルシロップを贅沢に使用した朝食にもおやつにもアフタヌーンティーにも使える万能アイテムです。見た目が限りなくスコーンに近い感じもするんですけど、スコーンとビスケットの違いは卵と砂糖が入るかどうかです。ビスケットと名が付くものは基本的には卵は不使用です。そして甘さが控えめなものも多い印象です。袋を開けた瞬間ふわっとメープルのいい香りが溢れてくるんですけど、このメープルビスケットもメープルの香りはするものの甘さ自体はかなり控えめでした。また発酵バターも使用しているんですけど、香りはそこまで期待しない方がいいかもしれません。そのままでもほんのりとした甘さで美味しいんですけど、甘党の我が家はメープルシロップをかけないとちょっと物足りませんでした。それくらい控えめな甘さなので、ハムやウインナー、目玉焼きやサーモンなど甘くないフードとも意外と合います。また個人的にはコーヒーより紅茶と合わせたい気分になりました。香りは相応にあるんですけど、味自体のボリュームは控えめなので紅茶でもさっぱりと楽しめました。続いてが成城石井とフォションのローズアールグレイティーです。今年の2月から始まったこの成城石井とフォションのコラボ企画、定番人気のアールグレイにバラやローズヒップで風味付けをした紅茶です。フォションらしいパッケージにテンションが上がります。飲んだ感想、ローズが優雅に香ります。そしてフォションらしい適度な渋みも感じました。全体的なベースはアールグレイで、ローズの風味は気持ち控えめです。そして後味にかすかに香るローズヒップの絶妙な酸味が若干渋みを緩和している印象があります。基本的にフォションの紅茶は渋めのものが多いので、ティーバッグを入れっぱなしにすると相応に渋みが出てきます。なので抽出時間を過ぎたら早めに出してあげた方が最後まで美味しく楽しめます。フランスの紅茶には花をブレンドした紅茶が多いんですけど、今回のローズアールグレイもそんな香りを楽しめる上品な紅茶でした。普通のアールグレイを飲み飽きた方に特にお勧めします。次が成城石井自家製昆布とごぼう三河みりんの五目煮です。個人的に当たりが多いと思っている自家製の和惣菜に新商品が登場しました。しかも三河みりんを使用ということで思わずカゴに入れました。三河みりんは愛知県三河地方で作られる伝統的な調味料の一つで、甘さだけじゃない旨味のある甘みと料理をした後の艶やかな照りが特徴の本みりんです。中にはごぼう、昆布、椎茸、大豆、枝豆、人参、高野豆腐が入っています。もう出汁がしみしみで適度な食感も残っていてめちゃくちゃ美味しいです。こんなに出汁がしみたごぼうを久々に食べました。その他肉厚の大判の昆布も食感と出汁の染み込み具合が最高です。その他の具材も化学調味料不使用の出汁がよく染み込んでいて、成城石井の和惣菜はどれを食べても美味しい、改めてそう感じさせてくれた惣菜でした。美味しすぎてこればかり食べてしまいそうなほどに、脇役にはもったいない買ってよかったお惣菜です。次が
マルレのドライフルーツカットイチジクです。昔から不老長寿の果物と呼ばれるほどに栄養価の高いイチジク。腸内環境を整える水溶性食物繊維や鉄分、葉酸、カリウム、カルシウムと特に女性に嬉しい栄養素が豊富です。今回の成城石井のドライイチジクはトルコ産の白イチジクをカットした食べやすいタイプのドライフルーツです。粒のままだとより食べ応えもある美味しさなんですけど、一つ一つが結構大きかったりするので、こうやってカットしてくれた方が量の調節はしやすいですね。柔らかい果肉とプチプチ感がたまりません。一口サイズなので職場なんかでも人目を気にせず楽しめると思います。そして何気にこのチャック付き、とっても便利なんです。これがあるだけで自宅以外にもさっとカバンに入れて持ち運べたりできますし、何より保存に大変便利です。小腹が減った時のギルドフリーなおやつとして、お酒のお供としてもバッチリです。これ人気出るんじゃないかなと思います。続いてが成城石井のシトラスマドレーヌです。こちらは中に砂糖漬けしたマンダリンオレンジが入っています。成城石井のマドレーヌはプレーンに始まってチョコチップ、クレームブリュレと続いてきたんですけど、フルーツフレーバーは今回が初めてです。袋から出すと柑橘特有の爽やかないい香りがします。砂糖漬けしているとはいえ、オレンジの香りが結構強く香っています。オレンジピールなどの食感はないんですけど、噛んでいても鼻から抜ける香りがとっても心地いいです。後味に感じるほどにバターも相応に使っているはずなんですけど、その辺のくどさを感じさせない仕上がりでとっても美味しかったです。生地に入っている蜂蜜とも相まってか、全体的にしっとり食感のマドレーヌです。最後に紹介するのが成城石井自家製国産豚ベーコンとほうれん草のキッシュロレーヌです。過去に成城石井で販売されていたキッシュはどれも他社メーカーが作った仕入れ商品ばかりだったんですけど、それが今回成城石井自家製としてキッシュロレーヌが販売されました。保存料、合成着色料、合成甘味料不使用です。電子レンジで1分半ほど温めるとタルト部分が少し柔らかくしっとりしていました。サクサク派の方は焼いてみる方がいいかもしれません。中の具材はほうれん草、ベーコンをメインに玉ねぎ、パプリカなど思っていた以上に具材感を感じました。卵の甘み、野菜のシャキシャキ感、ベーコンの肉感と旨味に、仕上げにチーズの王様パルミジャーノレッチャーノを振りかけて焼き上げています。パルミジャーノの風味が全面に出てくるわけではないんですけど、かすかに感じるチーズの旨味が加わってワインなどお酒とのペアリングをぐっと高めてくれています。個人的にタルト生地がサクサクだとなお良かったんですけど、気軽にキッシュを食べられるのは嬉しいですね。はい、いかがでしたでしょうか。成城石井9月の決算セール中はあまり主だった新商品は出てこなかったんですけど、10月に入って続々と登場しています。改装中の自家製加工肉工場ももうじき再稼働するようなので、もしかしたらそちらでも新商品が出てくるかもしれません。その際はまたご報告させていただきます。このようにこのチャンネルでは成城石井のおすすめ商品や食べ合わせ、たまに他の店の商品の紹介をしています。少しでも参考になったよという方はいいねやコメント、チャンネル登録をいただけると嬉しいです。Yahoo クリエイターズや Instagram でも日々情報を発信しているので、ぜひ概要欄から遊びに来てください。今回はこちらで終わります。ご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。